スタジオ VK ラジオ準備室でございます。ご無沙汰してます。ちょっと花粉のね時期ですので、さっき天鼻薬をちュッと入れたんですけど、入れすぎてちょっと鼻が <laughs> 逆に詰まってます。ちょっとですね、えー、口呼吸になる部分があるかもしれませんが、ちょっとすっきりするまでね、時間がかかるかもしれませんけど、オープニングの後はね、すっきりしてると思いますので、お許しください。もうね、あの養成所の方も春休みに入りまして、 そう言いつつもね <laughs> 春休み前から全然緊急事態宣言で行けてないんですけど防音室が開いてしまったあの全然行けてないんですよねかれこれだから最後に行ったのが12月の中頃とかだったので123ででその春休みというかその後期のね私秋入学なので 後期の授業が始まるのが4月の第3週とか4週なんですよ。20何とかって言ってたんですけど。なので、丸4ヶ月。12月からだから、1、2、3、4だよね。4ヶ月、1年間のスクールの4ヶ月通ってないっていう <laughs>。ほぼだから <laughs>、あいついなくなったんじゃないかみたいなさ <laughs>。ね、みんなほら対面の方もいらっしゃいますけど、 まあもちろんね、リモートの方はみんなチェックしてるわけじゃないので、もう忘れられてる可能性が <laughs>。ね、私のこう、通ってないうちに、皆さんこう、コンビになったり、まあ、解散して、また新しいコンビになったりとかしてるわけですけども、私だけ、この、執ようにね、動画でネタ見せをしてるという、この、皆さん、対面の皆さんの嫌がらせみたいな <laughs>、教務の先生にもね、毎回、その、 どまあ、も,もちろん僕以外もいますけどね、教務の先生にも毎回その、教務のスタッフさんか、毎回その画面、モニター用意していただいて、パソコンをつないでいただいてっていうね。うで、講師の先生にネタを見ていただいてという,いうことになっているわけですけども、も生のネタ見せの感覚をちょっと失いつつあるんですけど、私はあの覚えてもらっているのでしょうかという <laughs>、ちょっと不安があります。 であのー、私、非常に不安だったので、私、あのー、トルコ人のですね、方が同じ曜日で通っているやつがいるんですけど、その方とちょっと交渉しまして、リモート飲み会をやろうっていう話をちょっと企ててみました。まあ、皆さんね、ご存知の通り、私、のずば抜けたコミュ力を持っておりますので、ず <laughs> ば抜けたね。 コミュ力でここまで戦ってきたというねこの自負がございますのでこの来週のね3月の2727 27にですねリモート飲み会次回ですかねこのラジオで喋るのはね27にですねリモート飲み会をすることになりましてまあ67人ほどでねやろうかなみたいな話で盛り上がってまして私がですねこの人選を練りに練りましてですね <laughs> 同期で特に 面白そううだなというか、まあ、単純にそのトルコ人の芸ピンのその方もピンなんですけどトルコ人の芸人の方と僕とでこう相談して誰が来たら面白いかなっていうのをこうリストアップしてこうお互いこう2人ずつ出し合おうというのをしまして、えー、面白6人でですねこのリモート飲み会をすることになりましたので多分多分ですけどこれが私のこの芸人人生のピークになるのではないかなと。 <laughs> 私が目立てるもう最後というか多分ですけどもう後期始まったらずっとこうねあの緊急事態宣言のまあ終わりぐらいからまあ対面でね来てた皆さんと圧倒的に多分実力の差がついてると思いますのでこうねあの私が目立てる最後だと思いますのでちょっと気合い入れてねえ臨みたいとまあまあ単純にねあのちょっとま笑いの話抜きにしてねみんなでこう仲良く話し合おうじゃないかみたいなね集まりが開催しようじゃないかという話になったわけですよ。 なかなかね、このご時世ですのでこう、みんなで飲みに行ったりとかね、そういうこともできないので、まあ、一日とかね、うん、行けても、まあ、3人とか4人とかくらいですけど、なかなか、まあ、それもね、あんまり極力やらないでくださいって、学校からは言われているので、こう、なんていうんですかね、交流が深められてないんですよね、せっかくの同期なんですけど、なのでこう、交流がね、深められる機会をようやく作ることができましたので、えー、なんとかですね、えー。 同期とお近づきになりたいなと思って <laughs> 半年たって何を言ってんだって話なんですけど <laughs> そうまあねあのー、来週はそういう楽しいイベントがありますのでまあまあそれ以前にねちょっと今週乗り越えないといけない課題がいろいろありましたのでちょっとその話を今週はしていきたいなと思いますんでえ今週もお忘れなくよろしくお願いします最後までお見逃しなく。 スタジオ VK ラジオ準備室でございます。忘れてましたよね。そうですよね。もうね、今週は大変なことがいろいろございまして、もうねあの、特にその月曜日にちょっといざこざがあったんですよ。<laughs> そうね、私、月曜日はですね、えーまあ、朝のね、4時起きというか、非常に早かったんですよ。<laughs> もうね、4時起きで,で、えー、私ねあの事務所が秋田市という場所にあるんですけど和野市に行かないといけなかったんですよ朝8時にねまあまあ4時間あるじゃないかって話なんですけど皆さんね、あのー、知らないかと思うんですけど秋田県はこの非常に広いんですよ広くて、まあ、単純に言うと和野市っていうのは3時間離れてるんですよ車でねうんもう100 130キロぐらい離れてるんですけど途中山道なのでこうトラックとかがいるとですね全然こうぶっ飛ばせるわけでもないしこのご時世はまあちょっとね場所によっては雪も残ってたりするしですねおまけにまあ朝飯もね途中でもちろん食べないといけないし休憩もしないといけないということでまあ余裕を持ってね、まあ、3時間弱で行けるんですけどまず余裕を持ってまあ8時に着くんだったら4時発かと思って <laughs> 4時起きでね なんとかまあ4時20分くらいにはこうね遅くても家を出てちょっと急ぎ目でねまあちょっと朝飯つまみながらみたいなかウィダーインゼリオ飲みながらみたいな感じでカズノ市まで行ってきたんですよ。でまあカズノでの,あの仕事は、まあ、朝9時には終わるんですよ、うん。でも9時の時点でもう眠いのね <laughs> 日帰りというかもう事務所に日中4時くらいまで戻んないといけなかったんで4時にちょっと打ち合わせが1個あったので。 途中で止まれたりしたらいいんですけど私あの運転が非常にこう苦手なんですよの車の運転がね車の運転がすごい苦手であんまりこう長時間運転してられないんですよ前話したことあるかもしれないんですけどなので、まあ、カズノに行く道中もねまず休み休み行って、まあ、あの予定通りあり8時にはまずねあのカズノに着いたんですよで9時くらいに仕事が終わってまあまあ なんだろうえー、朝,朝飯とかねちょっと買い物して、えー、昼過ぎには着きたいなと思って出たわけですだ9時半くらいにはもう数の出たのかなうんで鷹、えー、巣という場所を通って上小和に五条目、えー、八郎方秋田っていう形でね戻ってくるんですけど285号線というのがありまして、まあ、それぞれ秋田の人はわかると思うんですけど2パー5沿いで戻ってきたんですよ。 で戻ってくる最中に八郎型くらいで、まあ、昼飯食うかと思いましてでお昼ご飯をちょっとコンビニで買ってね、えー、食べてたんですよ車の中でねで、えーまあ、昼飯も食べて、えー、そろそろ戻るかと思った時になんか気になる人がねちょっと道路上にいるなと思ったんですよ。 もう秋田って車社会なのであんまりこう歩いてる人っていないんですよね。本当にその近所のおばあちゃんとかね。でもそんな国道沿いとかだとめったに歩いてる人ってしかも今の時期だといないんでね。うん、で随分ん,んか大柄な人がいるなと思ってしかもなんか立ち止まってるなと思ったんですよ。でそこまでな車でね一瞬通り過ぎようとした時てね。 うーんって一瞬通り過ぎたんですけど通り過ぎた時の一瞬を僕は見逃さなかったんですけどよーくその時ねあの目に焼き付いたんですけどヒッチハイクしてる男いたんですよしかも190センチくらいあるだろうってくらい大柄でねかなりガタイも大きいというかラグビー選手じゃないかっていうくらいのねガタイ横幅もあるような胸板も厚い男が立っててね いや、大学生ではないよなと思いながらも、俺はね、正直な気持ち、まあ、9割5分変だなと思いながらも、その5分、5%のちょっと気持ちで、ちょっとトークのネタに載せてみようかなと思ったんですよ <laughs>。誰も聞いてないラジオに,にかけるラジオの方がちょっと働いて。<laughs> 乗せてみようかなと思ったわけですよ。まあ別にね、なんていうのかな、今週何もなかったんで載せるしかないなと思ったんですね。その私のこう第6巻が働いたわけ。で、えー、近くのね、ちょっと、うん、まあ、別のコンビニがあったんでそこに停めてちょっと歩いてってね。あどこまで行くんですかって言ったら<え>ああ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 きたしですっていう <laughs> そのおじさんが。<laughs> いやか千と千尋の顔なしかってくらい緊張してんんよ。俺が後ろから話しかけたからねまさかの人が来ると思ってなかったんでしょうけど「あああああっあっ」て言ってるから <laughs> もう乗せたくないなーと思って <laughs> もう初手初手やじゃんと思ってでしかもその確かになんかね段ボールで「秋田」って書いてるの掲げてるなーとは思ってたんですけど「秋田駅かー」と思って「うーんまあまあいいでしょう」と「乗せますよ」と。 とということでじゃあ車来てくださいって言った時にああはいって言って <laughs> いやなんか「ありがとうございます」とかないのと思って <laughs> 心の中でね心の中で「えありがとうございます」とかないのかこういうパターンってと思ってでよく見たら40近いんですよ見た目がで40近くて服はボロボロでで覇気もないし でこの時期でマスクもしてないし荷物もなんかちっちゃいリュック1個しか持ってないんですよ。どういうことだと思ってね秋田の人はわかると思うんですけどその八郎型でね <laughs> ヒッチハイクするやついないだろうってうと分かんない方に説明しますけど街と街の間なんですよ。誰も歩いてるやつなんかいるわけがない場所にね地元住民しか歩かない場所に。 しかも、ヒッチハイクで立ってるっていうね。怪しい。た確かに、俺、昼飯食う前にもチラッと見かけてたんですよ。なんかいるなぁと思いながら。ヒッチハイクだったまさか思ってないですよ。でも、昼飯食べてる間も、あ食べてる間はね、全然気に留めてなかったんですけど、昼飯は僕食べてる前から立ってたんだなあと思ってひ、人影は見たから。その時はただの歩行者だと思ったんだけど、遠目に見たからね、同じ場所にいるなぁと思って。 うん、でしかもなんかよーく見たらもう顔がねポケモンのゴローンみたいなんですよ <laughs>。そうだいぶ肌荒れもすごくてね。でずーっと立ってたからですかねなんか元気も全然ないんですよ。もうねだからそれでありがとうございますとも言えないのかなみたいな思ってでとりあえずまあコミュニケーション取らないとまずね正体が分からないと怖いじゃないですか車に乗せる前にね。で車に乗せる前に。 あれですか今日なんか夜勤明けですかみたいなたまにいますからねそういうなんか夜勤明けで工場終わってみたいなで節約のためにみたいなねそういうまあそういうパターンもあるかなと思ってあまりにおじさんだったんで「夜勤明けなんか仕事終わりですか?」みたいな聞いたんですよ「夜勤の仕事とかなんか終わりですか?」みたいな聞いたら「黙ってるんですよ」<laughs> あ「あえなんか特殊な事情あんのか」と思って。 でも本当にありがとうございます。一言も言わないし、頭も下げないんですけど、よく見たらちょっとこう歩きがですね、おぼつかないんですよね。本当になんかやっと歩いてるみたいな。非常にゆっくりで、え、何時間くらい経たれてたんですかって言ったら、3時間くらいですかね。みたいな。もう覇気もないんですよ。ああ、じゃあもういいです、乗ってくださいと、とりあえずもうね、なんかよっぽどの事情があるなと思って。 乗ってくださいっていうことで,で秋田駅まで送っていくことにしたんですよ私。で「えもしかしてなんかお腹空いてます?」とかって俺ふらっと聞いたんですよなんとなくね。ふらっと聞いたら「昨日の昼から何も食べてないです」っていうの。俺俺が今再現したのよりもっと元気ないくらい「あ,あ昨日のああ昼から何も食べてないです」みたいなねことを言うわけですよ。 でそのいろいろ話を聞いたら、えー、朝一でねその八郎方に降ろされたとで朝一の前は深夜の中3時くらいに野、えー、代とか高野須って言ってたかな野代で誰かに乗せてもらってその八郎方の手前あたりで降ろされたと。 本当にその森の中みたいなところで降ろされて、で、えー、この八郎方の街中くらいまでちょっと歩いてきたけども、う歩く力がなくなって限界だから、ここでヒチャイクしてったっていうことだったんですよ。なるほどねー。はと思っよ <laughs> 全然わかんない。全然わかんないけどって。うん。その事情がわかんないからね。 事情がわかんないとヒゲ男爵の漫才も進まないじゃないですか <laughs>。実は、みたいな、樋口くんのね、エピソードトークがないと進まないじゃないですか。山田るい子13世さんのさ、トークも。でね。いや、とりあえず、僕、じゃあ買い物さっきしたんで、あのそこにあれで、アレすなんか食べていいですよって言ったら、ありがとうございますって、初めて、あの、感謝したんですよ。ありがとうございますって言って。で、むさぼるように、 僕毎回この例え出しちゃうんですけどツをるるマザー2ののップみたいにもうむさぼるのよもうこれ以外の引き出しを僕が作んないといけないんですけどめちゃめちゃ食っててもう本当にあのゼリーとかねあのちょっとケータリングみたいなもんしか車には載せてなかったんですけど僕が2,000円分2500円くらい買ってたんですけど、まあ、1,000円分くらいねだいぶ食うなと思いながらも、うん、食べてたんですよなんかもうおにぎりとかね。うん、あややっっどだなこれと思って でいい人すぎここまでちょっといい人すぎるなっていうかさすがにちょっと理由聞かないとこれなんか怪しいなと思っていやちょっと差し支えなければというかあの一応私もね良心で送っていきたいなと思ってるんですけどできればちょっと理由とかね万が一あの何て言うんですかねちょっと言いづらいんですけどちょっと犯罪とかに関わってたらすごい困るというかまあそういうの聞くのもおこがましいんですけどもし可能であれば あのなぜあそこにいたのかってちょっと教えていただけないですかねなんかもしかしたら僕が協力できることとかねあるかもしれないので教えていただきたいんですけどって俺聞いたんですよ腰低めにね。そしたらそのゆっくりそのゴローンがね話し出していくんですけどその方はその熊本の生まれだと。 で熊本でずっと建築会社にで働いていたんだけども、えっと、一と年くらいの地震がありましたよねあの地震で、えー、家も両親もなくしてしまったんですってもう37とか言ってたけどうんでなくしてしまってで仕事もなくなってしまった解雇されたんですってで仕事もなくなってしまったとでまあでもその 仕事を解雇された分のお金はねちゃんとこう失業保険みたいなのをねもらっているのでもうこの機会にこう自分の人生を見つめ直そうじゃないけどもその旅行をしてたんだとまあ一回ちょっとね、まあ、1年くらいゆっくりできる分はあるからちょっとまあねいろいろ大変な事情もあったと思うんですけどだから。 ゆっくり心休めよっていうことで北海道に旅行に行ってたんですって函館って言ってたかな函館に旅行に行ってたんですってで函館に旅行に2週間くらい行ってたらある日置き引きにあってしまってそのスーツケースとその生活用品全て奪われてしまったとなんとかわいそうだと俺はねでだからその人はお金もないスマホもない 身分証明書もない食料もないっていう状態になってしまったんですってもちろんそれはね警察に行ってそのリュックとか調べてもらったらしいんですけど全然見つからずその泣き寝入りだとこういうことになったわけですよでなんかいろいろねそのお金も結局帰るお金とかもね貸してもらえるわけもないのでそここからすごいなと思ったんですけどヒッチハイクで熊本まで帰ろうと思ったんですってすごいなと思って どういうポテンシャルと思ったんですけどまあでも極限状態だとそうなるかと思ってでヒッチハイクを始めて5日目なんですって初日からずっとこう南下してきて函館から海を渡って青森市に入り弘前に入りで秋田県は大館市に入って鷹巣の城で今八郎方だと。はあって話でね で途中こういろんなね人間に助けられて、まあ、止めてもらったりとか危ない人にちょっとね車乗せられたこともあったりとかうー寒い中ね寝てられないくらい寒かったから夜通し歩いてたりとかもう5日目でさすがにそろそろ限界ですって話をしてたんですよでも確かにちょっとこう独特の匂いというかそういうのもするし えー、カバンの中もねちらっと見たら何にも入ってないっていうか本当にその最初ペットボトルとかそういうね旅行用のショウ用のねちょっとしたのしか入ってなかったそれもなくなってしまってその段ボールの切れ端みたいなどっかで拾ったんでしょホームセンターとかでそれしか入ってなかったんですよ本当にその何にも持ってないっていう本当にだからその着てる服そのままっていう状態ですよねだだから服もボロボロロし、うん えー、汚れてるしっていうことだったんですよ。まあ怪しいよね <laughs> いやまあ事実だとしてもそのちょっとできすぎくんじゃんそれは。<laughs> まあまあいいんだけどそのでもいずれねその身分証持ってないのと財布持ってないのは事実っぽかったんでそれはね。 そのどこまでが真実か分かんないけどとりあえずまあ秋田駅まで行きたくて腹がめちゃめちゃ減ってんのは分かったよとねその見た目で乗せてもらえないのも分かるよと肌もねかっさがさだしねそのな,なんか5日間ずっと歩いてるからなんだと思うんですけどかっさがさだしなんかもう髪の毛もぐっちゃぐちゃでねうんまあまあまあかわいそうはかわいそうだなと思ってうんまあ乗せますよとじゃあ分かりました秋田駅まで行きましょうと 話になったわけですよ私もねさすがにそのく気まずいじゃないですか私人生でヒッチハイクなんか載せたことなかったんですけどさすがに気まずいじゃないですかだからなんとかこう元気づけてあげたいなと思ったんですよもちろん正体も探りたいし元気づけたいなと思ってなんかいろいろ考えたんですよまずね。で 僕も、ね、行政サービスはあんま詳しくないですけど例えばまず家はあるんですかって俺聞いたんですよでそしたらその仮設住宅みたいなのはありますとその震災あった方だお家も全部潰れてしまってないんですってその震度7の場所だったらしくてだからそのアパートの住所自体は存在してるとだからそこに印鑑とか通帳とかはある状態だって言ったんですよ 俺わかんないですよこれわかんないっていうか調べてないからちょっと真実はわからないですけどその例えばなんか事情を伝えてその熊本の役場から住民票みたいなのをどっかの警察署に郵送してもらって身分証明書の再発行とかそういうことはなんかできないですかねみたいな話をしたんですよ。でもまあなんかマイナンバーカードも発行したことがないしみたいなうーん、まあ、そもそもねその住所がない状態だからつまりその働いている 熊本までで帰るっていうこともできないとあーなるほどなーと思って履歴書を書きようがないってことですもんねその身分を証明しようがないってことだから確かにその身分証明書を送ってもらおうにもそれを証明する身分がないかと思ってけどいろいろ調べたんですってその人もなんとか再発行手続きがないかとか思ったんですけどあーすいませんなんかその浅はかな考えでみたいなね僕もまあ一緒に考えたんですけどなかなか浮かばないなーと思って。 大変いやそう考えると本当に大変もしねもし本当だったら相当すごい悲惨な目に遭ってるなと思って「えこれでもヒッチハイクで帰るの大変じゃないですか?」って聞いたら、うん「まあでもこれしかないですからねまあなんとかなるんじゃないですかね5日間まあなんとかやってきたんで」って言うのよその人がね「佐々木」って言うんだけど。 佐々木さん強いなと思って俺だったらもういや3日でアウトというか夜道車歩いた後にヒッチハイク続けその明るくなってからねヒッチハイクする気力ないわと思ってそれこそ万引きダメですけど万引きとかねなんかそういうこうやっちゃいけないことに手を染めてしまうんじゃないかなとか思ってたんですよ。うん でまあ、あんまりね会話するのもあれだからまあそんなね個人情報を引き出すのもあれですけどまあそんなにね距離離れてる30分くらいで着く距離だったので秋田駅に着きましてで、えー、秋田駅で降ろそうとしたんですけどそしたらその佐々木さんが「ちょっとお願いあるんですけど」って言うんですよ。 え食べ物もしあれだったらみたいな話したらそのヒッチハイクしようにもさすがにその寒くてちょっと限界が近いとその秋田駅で本当はヒッチハイクを再開再開というかまあ秋田駅くらいまでまず乗せてもらってそこからまたヒッチハイクで続きでね南下していこうと思ってたんですけどさすがにちょっとこの歩き続けるのはもう厳しい正直限界だと。 確かにね冬のの日本海は寒いですよ、ね、この3月といえど朝晩マイナスになることもありますからね最高気温が。でなんいや本当にその人の良さを見込んでのお願いなんです一生のお願いなんですけどあの仙台まで行ったらなんとかこうひっちゃいくというかそういう。 助かかる可能性もというか仕事のね量的にその身分証なしでもね働けるとことかねまあなかなかこう秋田だとねそういうのもないのでなんとかその都会まで出れば東京とは言いませんと、ね、仙台までなんとか出れれば私の命もつながると思うんですよとねこのなんとかお願いしますって初めてこうから元気というかそ振り絞って頭下げられたんですよ。 で、俺はそれ聞いたときにね、うーん、詐欺かと思って <laughs>。<laughs> うーんと思って、このパターンねみたいな。まあまあ、で、まあま,あまあ、まあまあまあ、まあまあまあ、でも1%にかけてもいいじゃないか、俺と。な万が一、この人が本当に言ってることを全部真実だったら、ここで助けなかったら、 今までの優しい男として生きてきたお前はどうなるんだと。優しい王様になるのだって言ってたね。ガッシュベルじゃなかったのかお前はと。ね。秋田の優しい殿様だろお前はと。ね。心の中で問いかけたわけですよ。で、俺がだからね、10秒くらい考えて、いいでしょうと。泣けなしのお金ですけど。ぶっちゃけその、カズノに行った分のギャラ半分くらいなくなっちゃうけど <laughs>。 朝一で数の似た分のお金でなくなっちゃうけどいいでしょうと。あなたがそこまでね。言うんであれば、あじゃあもう仙台までの高速バス買い物ショートチケット買おうじゃないですか？ってすぐ出るやつ。買いましょうよ。って言ってね。いいですよ。って俺言ったんですよ。そしたらそのゴロンがね。ああああああ。ああああ おお <laughs> いや「ありがとうございます」じゃねえのかと思って「ありがとうございます」言えないタイプの大人と思ったんですけど建築現場ってそんな感じの人いると思ったんですけど逆に挨拶一番できないとダメじゃないかと思ったんですけど聞いたらねいやまさかそう言ってくれると思わなかったんでありがたいですみたいな話しててああま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 あ、まあ、そういう人かと思いながらねじゃあもう僕もね半分もいや、ま、もう4300円ドブに捨てるわと思って。 どうでもいいわと思ってこうこうなんか面白そうだから買っちゃうわと思ってねでそのチケットセンター行って仙台行きの、うん、と1時間後に出る4300円のねあの片道のチケット買ってあげたんですよで僕がね予約センターまで連れてって歩きがおぼつかないからね予約センターまで連れてってこうこうこうです手続きしますよって言って名前書いてもらって僕がお金払ってチケット渡したんですよじゃあこれで約束ですよとこれであの仙台まで行ってもしねもし あのー、熊本まで戻れたらなんか教えてくださいと僕ね高校こ,こ,こういうもので YouTube とかやってますともしよかったらもしね1ヶ月後か半年後か1年後か分かんないですけど戻れたら教えてくださいって俺言ったんですよでそしたら佐々木がね「あ分かりました」って言うから「あじゃあ約束ですよ」とか「男と男の約束ですよ」と僕年下ですけど、あのー、いい出会いだったと思う一期一会ってこういうことだと思いますみたいなちょっと俺熱いこと言ってね だから、絶対これで、仙台で、また、なんとか、生き続けてくださいって、俺言ったんですよ。はあ、はい、みたいな。ありがとうございます、言わないタイプの男か、と思って。ね。<laughs> ああはい、って言うから。で、俺がね、<Yeah. S 1> 約束ですよ、って言って。で、じゃあ、またいつか会えるといいですね、みたいな。僕もなんか、立派になって、熊本とかで仕事をできるようになったら、会えるといいですね、みたいな、言ったんですよ。<laughs> 仙台とか、 東京とかね仕事で行くこと仕事じゃないなんかね行くこともあるので、えー、その時とかね会えたら飯でもおごりますよみたいな今ちょっと手元にこの分のお金しかないですけどそうなったらいいですねみたいな「あはい,い」ありがとう」言えられるのかよと思って「じゃあさよなら」って言って「いい出会いでしたね」みたいなって言って「さよなら」って言って俺がブーンって車でね走って行ってそれでお別れしたんですようんでまあなんか不思議なまあひ ヒッチハイクで、まあ、この時期にねマスクなしでヒッチハイクしてる大柄のおじさん乗せる人なんかいないだろうなと思ってさまあでも仙台だったらまだワンチャンあるかなーってか秋田だと厳しいだろうなと思った気持ちもあったんですよ。うんまあ、まあ、まあ遠回しにじゃないけど、まあ、人助けかなみたいなたまには俺もいいことしたかなーと思って。 って言ったんですよ車の中でしみじみと帰り道にね帰路につきながら打ち合わせ場所に向かわないといけないからねうんでついてたら電話がかかってきて「え誰?」と思って「俺に滅多に電話なんかかかってこなないのになと思って電話がかかずっとなんかかかってきてたからちょっと一回車止めてね電話出たらその駅のチケットセンターから電話来て「先ほどの男性なんですけど」って。 チケットをキャンセルされましたって電話来て <laughs> どういうことと思ってさ「えなどういうことですか?」って聞いたらあの先ほどの男性なんですけどあ電話番号俺が書いたからね電話その連絡先電話番号ねその,その人は電話携帯持ってないから。 先ほどいらっしゃってたあの連れの男性の方があのキャンセルされてたんですよって言って、こうこうこうでどうでしたかって俺聞いたらあの普通にあのキャンセル料を財布に入れてたっていうの財布あんのかいと思って <laughs> キャンセル料を普通にあの長財布に入れてたらしくて <laughs> も,う俺もう普通に俺騙されてたみたいな <laughs> もうがっかりもう最高 この出会いだと思ったのに、もう怪しいなと思って人助けしたいなと思ったんだけど、もう最悪の出会いでした。もうこれ <laughs>。しかも、もう俺ムカつくんですけど、これあの、その後僕すぐ警察行って、交番の人と担当の人と,の人と受付にいたおばさんで計3回これ話してるんで。<laughs> 全部録音されてますから <laughs>。 だからもう仕方ないのでもう4300円取り返すためにこの話一生こすっていこうと思います <laughs> 佐々木佐々木聞いてるか聞いてたら謝罪と4300円振り込んでよろしくもうね最悪の月曜日でした スタジオ v ラジオオ VK ラ準備室エンンディングですいや、今回はですね、もう行方不明男にブチギレということで、もうね、あのこの収録日現在、あのまあ、警察の方にね、あの相談もして、あの被害届も提出させていただいたんですけど、今のところ、警察から連絡はなしということでございますね。まあまあ、でもね、わかる、わかるっていうか、わかるんですよね。まあ、その、奥が1位、<laughs> 万が一じゃないですよ奥が1位。 うんまあ生活のためにね、仕方がなかったと考えればね、いた仕方がないということと、まあこのトークのね、引き出しをまあ4300円で購入したと思えばね。<laughs> 4300円プラス、まあ車の消臭代。<laughs> あ、食べ物も食べられてるか。うんまあ6000円分くらいでね、まあ購入したと思えばまあ一生もんかななんてね、思ってますけど。まあいつかね、 うん7号線沿いとかでもヒッチハイクしてたらさすがに引きますわこれはさすがにさすがにちょっと引いちゃうかもしれないですねあんまり僕イラッときてねいやこれはこのチケットはあの仙台行くための仙台行くために僕が買ったんですからねって言ってちゃんと渡したんですけどねうんさすがにもうその日秋田市中僕運転していないか見回ったもんね <laughs> どっかいないかどっかいないかと思って主要な道路にいないかと思って打ち合わせ終わってからはいないかと思ってねやったんですけどまあねあの夕方から結局、あのー、警察署の方でね、えー、詳しく聞かせてくださいという話がありまして4時起きだったのにもう8時半くらいまでですね長々と長々ともう主担当者が出てくれば1回で済む話をね 3回もさせられまして、も散々でございました。所轄の警察署とかがねうん、交番に行ってから決まるっていう、いや、最初からじゃあ大きい警察署行けばいいんじゃんと思ってね、無駄な話をですね、3回も繰り返してたんですけど、まあまあまあ、あのー、私、昔もね、こういうことがあったので、は <laughs> だまされやすいっていうよりは、なんかその、 面白くなったらいいなっていう気持ちがあるんですけど、うん、の割にはですね私の,あの人生があの面白くないということで <laughs> 芸人としても面白くないということでね、うん、もうちょっとこのラジオもねあの会う人会う人に宣伝していかないといけないなというか、うん、県庁の、ね、担当者にも知られていないということでしたので県庁の,あの高校の同級生にも知られていないということでしたのでこれはですねやっぱり うんなるべくです、ね、PR していきたいなと思っていますのでえ、まあ、まあ半年後には、ね、その行方不明だった行方不明というか自称,自称行方不明の男である、ね、佐々木さんもこれ聞いてくれてると思いますので <laughs> 続けばなんとかなるという気持ちを持ちながらもうちょっと続けていきたいなと思ってますので何卒皆さん来週もよろしくおお願いいいたたしししままますス、えー、スタジジジオジオラビ来、ま、来週週会いしましょう来週もお忘れなくお願いいたします。